お侍さん、網浜は初めてで。こいつは失礼。さあ、着きましたぜ。ご分祈ってやすよ。日英合米の製紙工場？この網浜にお建てになるのですの？ねえ、はい。日本は世界でも有数の良質な絹の産出国。そこに英国の技術が加われば世界に通用する絹製品ができるのです。素敵なお話ですわね。お父様もお喜びになりますわ。攘夷派の連中が騒ぎ出しそうな話だけど。いいか、お前ら。上位獅子どもが何やら不穏な動きを見せているようだ。大問題だよ。寿貴光はある限り、勝手な真似はさせないぞ。女王陛下の名にかけて、万人どもは一匹たりとも船には近づけぬ。
お侍さん、見てないで、なんとかして。我らに歯向かう者には容赦はせんぞ。